アンジーさんこんこにちはまあうちの大和くんね1歳なんですよまあご存知だと思いますけどもでまだ日本語もそんなにたくさんしゃべりません片言と言ってもいいでしょうねあのパパマママンマあっちこっちブーブーこのぐらいを単体で言うぐらいでうんなんかねその文章としては全然ダメですし単語語彙力もまあそんなにね、まあ、100個も200個もはないです。 もうせいぜい十個か二十個だと思うんですよ。でもその中でね、あのヒアリングの力はね、ついてるんですよね。どういうことかっていうと、あのインターナショナルスクールのキンダーガレッジの方に生かしてもらってるんですけども、そちらの方でね、あの歌を聞きながらいろんなアクションをするっていうのがあるんですよ。例えばザバスっていうね、幼児用の曲を聞きながらみんなでこうあのドアを閉めた。 アクションをしたそれをワイパーシュッシュッシュッみたいな曲を聴きながらそのアクションをするんですけどもあ,あとはね「ベイビーシャーク」とかもそうですけどもあれをね我が家でも流すと <laughs> 私たちはそんなに知らないわけですよその曲のことそしてお遊戯をどんな形でしてるのかも知らないんですよでも曲を流すとキンダーガーデンでやってるお遊戯の通りに大和くんは「 ね、ワイパーの声が聞こえてきたらシュッシュッシュッ,シュッってやりながらなんかニコニコしながら駆けずり回ったりねぐるぐるぐる回ったりとかねで、曲が終わったらパーッと拍手したりとか「あのヘッドショルダー頭肩膝ポン」っていう曲がありますけどもヘッドショルダーにエントゥースってやつがありますよねあれもね曲に合わせてこうやったりこうやったりするんですよねヒアリングができできちゃってるんですよどっちかっていうと私のヒアリング能力の方がなくって。 もうすでに1歳に負けていいう、ね、いやだからいろんなことが教育を受ける前に生活の中で染み込んでいくと、まあ、ヒアリングもスピーチも育まれていく要するに脳がねあの英語で思考する脳とかになっていくのかなと思うんですよ。まあ、言語ってもともと伝達のための言語と思考のための言語ってあると思うんですけども、まあ、大和んに関しましては。 まあ英語で思考するようなねそんな入り口にも立ってるんだろうなと思いますよねだから生活の半分は英語圏で暮らしてますからねだからそう思うとまあ5歳か10歳ぐらいになった時にもう大和くんがペラペラでもう私の方がねタジタジになってしまうってことがあるんじゃないかなと思います要するに語学においてあのうちの父ちゃん母ちゃんは英語喋れねえやもうしょうがねえなみたいに思われちゃったらいけないんでね、まあ、今からね、毎毎日毎日 まあ英語に触れる勉強というかあの連絡帳もあるんですけども連絡帳は私もう頑張って英語で書いてるんですよ <laughs>。で当然ですけども返ってくる連絡帳は全部英語なんですよ <laughs> でそれもあの読みながらねそれから書かれた文字の背景をいろいろと考察しながらだから文化とか習慣とかっていうのも英語圏のものをね仕入れていかないといけないですしうんそうですねいろいろと。 親も育てられますね、うん、アンジーさんだからね、前回のそのジャズのコンサルタントの方いるでしょ、うん、だから全然気にすることないですよまああのアンジーさんほど世界を広く見てそして芸術美術を深く見てね歴史認識を高めている人はいないですからセンスが高いわけですからやっぱりセンスのより高いコンサルの方との出会いをこれからも探していくようになると思います で私自身もそうなんですけども結局自分の格が上がらなければおかしな人がやってきてね、うん、私のことを災難んでいくんでそう考えたらアンジーさんと出会ってね、うん、でアンジーさんといまだにこうやってあのまるで隣にいるかのように関われることっていうのは、まあ、私の,あの大きな誇りでもありますよアンジーさんほどの人にこうやって連絡がいただけるっていうのはね えー、本当にねありがたいことだと思ってます、うん、ですんでこれからねもっともっと <laughs> 楽しく明るく、うん、<laughs> おいリトミーですか <laughs> おいリトミーしていきましょう <laughs> はいえー、あそれでねもう一つちょっとねアンジーさんに相談があるんですけどもアンジーさん私があのお屋敷に伺った時にね確かあの食用油、ね、フライパンに引く油とかあるじゃないですか 油についてなんかねとってもいいものを持ってたんじゃないかなと思ったんですけども私の勘違いだったですかね、まあ、というのがね私もずっとオリーブオイルを使ってるんですけども、まあ、できれば、まあ、子供のためにも,もうちょっとね、あのー、健康にいいオイルをもうコスト関係なくね使ってみようかと思うんですよ今のところ私はあの近所で手に入れられるまあそこそこいいやつかなと思うね、あのーまあ 7 0 0ミリとかが1 0 0何百円300円400円するものにしてるんですけども、うん、まあまあまあオリーブオイルとしてはいいホールなんじゃないかなと思うんですけども、うん、じゃなかったらねキャノーラ油千198円ですからね <laughs> 安いだけならあの油がいいんですけどもまあ、でもやっぱ油って私ほとんど引かないんですけどもほとんど引かない分質のいいのを使いたいと思ってるんでアンジーさんご存知だったらね教えていただければと思います またね健康に関する食品の話とかもさせていただければ幸いです、えー、よりね私もね若返りたいですし奥さんにも若くいていただきたいですし子供にもまあいいものをね与えたいと思います、うん、これから食品に関しましては世界中で大きなムーブメントが起きてくると思います特にねコンビニで販売されている唐揚げ串ってあるんですけどもあれね販売が停止になるそうですね一部を除いてというのが タイとかインドネシアで大農場であの、まあ、お肉の原料となる鳥を育ててやったいたんだけども今回の感染症騒動であらゆる工場がね麻痺してしまって生産されてないみたいなんですよだから冷凍食品ですとかコンビニに並ぶああいったスナック類ってのが入手が難しくなってきて、まあ、コストも倍ぐらいになってるらしいんですよね原料費も。それれに加えて会場運送これもね 運送費が今4倍ぐらいななってるそうなんですよだから全然ねあの人手がなくってでクラスターが起きたらあの出荷が停止になったりとか船が止まっちゃったりしてあのもう便数がすごく減ってるらしいんですよねで飛行機もないですしねそうなってくると1回あたりの、あのー、海運費これを値上げせざるを得なくてもうその倉庫とかね運送費の取り合いいになってるらしいんですよでそうなると価格って高騰しますよね今海運がねものすごく バブルみたいうんですよ、うん、すごいいらしいです、ねうん、まあそんなこともねありいのですけども世界でそして日本にはいい食品が届きにくくなっているそんなね未来が近くにあるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん国内生産で賄える分は賄っていくと思いますけども国内生産におきましては後継者がいないって問題がありますんで30年ぐらい経ったらねガクッと国内生産自給率は落ちるんじゃないかなと。 ひょっとしたら15%ぐらいになるんじゃないかなと思うんですよ。そうなると、国産の商品っていうのは、やっぱ価格がね、やっぱり3倍から4倍になっていくみたいなこともあると思います。まあそういう意味でも、あの、しっかりとね、生活経費がこれから積み上がっていくことを確保しなければいけないかなと私は思うんですけどね。はい、ちょっと話長くなりましたけどね、またこういうふうな、あの、有益な話ができるのが、あの、アンジーさんのすごくね、えー、いいところというか。 <laughs> あの頼りになるところでございますんでまたアドバイスいただければと思いますそれでは失礼します。